それでは続きまして戊辰150周年記念事業についてであります。来年平成30年は戊辰戦争から数えて150年目の節目を迎える年であり、本市では戊辰150周年記念事業として様々な事業を展開してまいります。まず大きな目玉事業としては若松城天守閣での特別企画展であります。来年9月15日から11月5日まで1868年の会津藩と題して、会津ならではの詳細や資料に基づいた展示を行います。会津藩はなぜ俗人と呼ばれてもなお最後まで抵抗を続けたのか、愚直なまでにまっすぐな会津人の生き方について、戊辰戦争の伏線となった京都守護職から振り返ってまいります。次に来年1月28日戊辰150周年のオープニング記念歴史講演会として、直木賞作家中村明彦氏を講師にお招きし、会津藩の栄光と悲劇の歴史を読み直す戊辰150年目の視点からと題し講演会を開催いたします。中村明彦氏におかれましては、最新の著作において会津藩初代藩主保科正之公を取り上げていただくなど、会津を題材とした作品を多数執筆されております。オープニングにふさわしい講演となるものであります。こちらの講演会につきましては1月4日から申し込み受付を開始します。先着順で400名を予定しており、申し込みは必要事項をはがき、ファックス、メールで送っていただくか、または戊辰150周年記念事業ホームページの応募フォームからお願いをします。なお、オープニング記念においては現在制作を進めております記念映像の一部を公開する予定でございます。その他、先にご案内したプロジェクションマッピングや白虎隊を素材としたオペラ白虎を NHK 交響楽団を招いて7月28日、29日の2日間上映する予定であり、9月の会津祭りにつきましては奥羽、越、列藩同盟の関係自治体をお招きして盛大なお祭りとしたい考えであります。また会津祭りの時期、9月22日に開催する記念式典については関係自治体や関係者を招いて、先人の功績と会津の歴史について改めて理解を深める場としたいと存じます。その他の詳細につきましては担当者から説明を申し上げます。私からは以上であります。